こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、そのデニムひょっとしたら古いかもというテーマでお届けをしたいなと思っています。先日ですね、僕の YouTube 画面を見ていたら、そこにですね、女性向けのファッションチャンネルのですね、ニュークロさんのサムネイルが上がってきたんですね。そこに書いてあったのが、そのデニムひょっとしたら古いかもというですねテーマだったわけなんですね。これ確かにそうだなと思って、女性だけではなくて男性にも同じことが言えるかなと思ったので、今回はそちらから着想を得てですね、皆さんに動画をお届けしたいなと思ってるんですね。まあ、僕たち40代以上の世代というのは、結構デニムにですね愛着を持っている方少なくないかなと思います。僕も10代の頃から古着のリーバイスの501から入りまして、様々なデニムを履いてきました。で、やっぱりですね、誰もが若い頃の着こなしというところの延長線上に今のファッションがあるので、そうなるとですね、今でも頻繁にデニム履いている方多いかなと思います。まあ、実際に僕もですね、街で40代以降の男性を見てみるとですね、圧倒的にデニムを履いている方が多いんですね。ただこのデニムというアイテムもですね、定番的な位置づけなんですが、時代ごとに旬なものというのが変わってきてるんですね。特に40代以降の世代の方は、20代後半だとかそこら辺からですね、ファッションが止まってしまってる方も少なくないので、そうなるとその時代に買ったデニムだとか、その価値観で選んだデニムの方向性が今の時代の雰囲気だとか、あとは今の自分の雰囲気としっくり来ないということも少なくないかなと思うので、今回はこういったデニムはちょっと手放した方がいいですよというところで、まあ、具体的にちょっと NG となりそうなポイントをいくつか皆さんにお伝えをしていきたいなと思っています。もちろんアイテム単体で NG というところもありますし、あとは合わせ方ですね。こういったデニムのコーディネートをしてしまうとちょっとおじさんっぽく見えるよというところもしっかりとお伝えしたいなと思っています。また NG だけ伝えてもですね、どうすればいいのかわからない方が圧倒的に多いかなと思うので、今デニムを選ぶんだったらこのような形がおすすめですというところまでしっかりとお伝えをしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからは具体的にですね、ちょっとこう古臭く見えがちなデニムの特徴を皆さんにご紹介したいなと思っていますので、ぜひ皆さんもですね、こちらの動画を見ながらお手持ちのデニム該当してないかをですねチェックしていただくとよりわかりやすいかなと思います。ということで、早速1点目からいきたいなと思うんですが、シルエットとかサイズ感ですね。ここが古臭いデニムというのはちょっと手放した方がいいかなと思うんですね。このデニムのサイズ感ですとかシルエットって時代で結構大きく変化するんですが、まあ、ちょっと前まではタイトなスキニーのデニムとかも流行りましたよね。体のラインを綺麗に見せてくれるこのようなデニムもすごく良かったんですが、ちょっと今の時代においては古臭い感じがしてしまいますし、あとは40代以上の世代になってくると、やっぱり20代の頃のようなスリムな体型じゃなくなっている方もいらっしゃるので、肉肉しいちょっとこうムチムチした感じになりがちなので、タイトなスキニー系のデニムはできれば断捨離した方がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、細身であるということは悪いことではないんですが、こちらのイラストのようにピチピチになりすぎてしまうとちょっと清潔感にも欠けますし、時代感としても古く感じてしまうところがあるかなと思うので注意が必要かなと思います。またタイトなものではなくてジャストサイズよりもちょっと緩いぐらいのですねサイズのデニム、これ履いてる方もすごく多いんですね。太くもなければ細くもないという中途半端なサイズ感のデニムですね。これは割とこうおしゃれにあんまり関心がない方だとか、量販店でデニムを買ってる方なんかに多かったりするんですが、メリハリが効いてないので、これまたですね素敵には見えづらいんですね。なのでもし今デニムを選ぶのであれば、基本的には細身がいいと思います。テーパードといって、もも周りには適度にゆとりがあるんだけども、膝から下は細くなっていくような、そういったシルエットのデニムがいいかなと思います。まあ、具体的にはこんな感じですね。基本的には細身なんだけど、ピチピチになりすぎないようなデニムというのが大人世代には似合いやすいかなと思います。一方で今のトレンドのデニムというのはどんなものなのかというと、特に10代ですとか20代の若い世代に履かれているデニムというのは結構太いデニムなんですね。まあ、ワイドデニムだとかそういったものが旬なアイテムになってくるんですが、これ大人世代に似合うかというとちょっと難しいんですよね。野暮ったく見えたりだとかだらしなく見えてしまう可能性があるので、なかなかハマりづらいのが現状かなと思います。もちろん40代以降の世代でもトレンド感の漂う着こなしがバチッとハマる方だとか着こなせてしまう方もいらっしゃるので、そういった方には僕
はワイド系のデニム大いにお勧めしたいかなと思うんですが、人口で言うとですね、かなり少ないので、一般的にはテーパードの効いた細めのデニムの方が圧倒的に合わせやすいかなと思うので、このシルエットというところですね、ぜひ実際に履いてみて、ピチピチすぎないかなとか、中途半端に緩くないかなというところを見極めていただけるといいんじゃないのかなと思っています。そしてこのシルエットと結構ですね、密接に関わりを持つのが、丈の長さなんですね。これもすごく重要な箇所なので、ぜひ皆さんも見ていただきたいなと思います。ちょっと前に流行ったスキニーデニムとか細めのデニムに関しては、丈がちょっと短めのものが多かったりするんですね。八分丈ぐらいで、くるぶしがしっかりと見えるようなデニムですね。こちらのイラストのようなものなんですが、こういったものを履いてしまうと、ちょっとこれまた古臭く見える可能性があるので、丈の長さすごく注意が必要かなと思います。あとはこういった丈がちょっと短めのデニムに対してローファー合わせて、しかも素足風のソックスを履いてたりすると、これまたですね、ちょっと古い感じが漂わなくもないので、丈の長さですね、ジャストレングスぐらいにして、靴とデニムがギリギリですね、触れるか触れないか、これぐらいがスッキリとしていてバランスがいいかなと思います。長すぎてクッションが溜まりすぎてしまうのも、これまたおじさんっぽく見えるんですね。短すぎるのもダメだし、デニムの裾上げをしないで裾にたっぷりと生地が乗っかってしまってる状態、これは結構おしゃれがあんまり得意じゃない方に多いんですが、裾がたるんでる状態っていうのもあまりかっこよくは見えないので、この裾の長さというところは、先ほどもお伝えした通り、靴の甲の部分と触れるか触れないかのギリギリのラインぐらいが最もバランスよくはまりやすいかなと思うので、まあそれぐらいか、もしくはハーフクッションといって、靴の上にちょっとだけ生地が乗っかって、ほんの少しだけたわみができるぐらいですね。これぐらいであればすごく使いやすいかなと思うので、この丈の長さというところも改めてチェックをしてみていただければなと思っています。続いて3点目のチェック項目なんですが、ダメージですとか色の落ち加減ですね。このあたりにも時代性みたいなものが結構反映されるんですね。で、結構街で見てみると、デニムって色落ちの風合いですね、これがすごく重要だと考えている方多いかなと思うんですね。僕もそのあたりの色の出し方とか落ち方ってすごく気にする方なので、僕も今ですね、こういったデニムのカバーオール着ていますが、まあ、すごく色の落ち方、これヴィンテージ感が溢れていて気に入っているんですが、まあ、デニムのボトムスとして履くときには、あまりこう色の濃淡が激しいようなダメージ感強いようなデニムというのは、ちょっと今旬には見えないタイミングかなと思うので、ここは注意が必要かなと思います。あとはこちらのようにですね、色が結構淡い感じのデニムですね、これもですね、ちょっと難易度が高いので、大人世代は避けておいた方がまず間違いがないかなと思っています。一方で今トレンド感漂うデニムというところで言うと、10代20代の方は割とワイドめのシルエットで、かなり薄い色のですね、デニムを履いてたりするんですね。なので、あ、そのあたりいいのかなと思って大人世代が履くと結構事故りやすかったりするので、色に関してはなるべくですね、濃い色ですね、濃紺に近いような色落ちもあんまりしてないようなデニムの方が圧倒的に使いやすいかなと思います。そして色落ちをしているものであっても、濃淡があまり激しいものではなくて、クリーンでちょっと上品に見えるような色落ち加減のものというものが圧倒的に使いやすいかなと思うので、まあ、この色の加減はですね、ぜひチェックしていただきたい項目かなと思います。またダメージですね、このあたりも結構ですね、時代によって NG か OK かが分かれるところなんですが、今は強いダメージが入ったようなデニムというのはそこまで流行らないですし、多くはないので、避けておいた方がいいデニムかなと思います。特に40代オーバーのですね、世代にとってはダメージイコールですね、くたびれた感じだとか清潔感と程遠くなるというところもあったりするので、ダメージはない方がいいかなと思うので、まあ、なるべくクリーンな色でダメージがなくて濃淡も強く出ないものの方が圧倒的におすすめかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。続いてはですね、アイテム単体ではなくて、デニムのコーディネートにおける NG 例を皆さんにお伝えしたいなと思っています。まあ、ちなみにデニムというのは、カジュアルか綺麗めかというと、もう圧倒的にカジュアルなアイテムなんですね。そのデニムに対して、他のアイテムもカジュアルなものを合わせてしまうと、どうしてもですね、大人っぽさとか綺麗さが漂わないので、なかなか素敵に見えづらいんですね。ですが、結構街で見かけるデニム愛用者の方のですね、着こなしを見てみると、例えば
上半身にスウェットだとかパーカーを着てたりだとか、あとはマウンテンパーカーみたいなカジュアルなものを着ていて、色もブラックとか単色だったらまだいいんですが、結構カラフルなものを着てたりだとか、あとは足元ですね、もう割とこう運動靴みたいな本格的なスニーカーを履いてる方なんかが多かったりするので、そうすると全身がもう全部カジュアルになってしまうので、なかなかですね大人っぽく見えないんですね。なのでデニムを合わせるときにはその他のアイテムに関してはちょっと綺麗めに振った方がいいかなと思うんですね。まあ、上半身だったら例えばシャツを合わせるだとか、あとはニットを合わせるだとか、場合によってはジャケットだとか長めのコートだとか、そういった綺麗な要素の漂うものを使ってあげて、その外しにカジュアルなデニムを使うというのが王道かつ大人の男性には似合いやすいスタイルかなと思うので、これはぜひ覚えておいていただきたいなと思っています。でデニムに合う靴なんですが、もうこれはですねある程度限定してしまってもいいかなと思ってまして、ブラックのレザー系のスニーカーとか、このあたりは圧倒的に相性がいいです。ちょっと綺麗めに拭いたいんだったらローファーみたいなものも合うかなと思います。あとは定番的な白レザースニーカーもいいかなと思うんですが、まあゴテゴテとしたスニーカーみたいなものは割とですね合いづらかったりするので、そのあたりは注意が必要かなと思うので、デニムを使った着こなしは他のアイテムはちょっと綺麗めなものを合わせると圧倒的に見え方が変わってくるかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでここまではですね NG に見えがちなデニムの特徴を皆さんにご紹介したんですが、ここからは具体的にじゃあどのようなデニムを買えばいいのかというところを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まずはシルエットに関してはスリムテーパード型、これがですね鉄板で大人世代には似合いやすいかなと思います。決してトレンド感があるようなシルエットではないんですね。ただ安定感があってベーシックに使いやすくて、なおかつスッキリと見えるのがこのあたりのシルエットかなと思います。まあ、そのあたりをしっかりと押さえているものとして、僕も実際に手元にあるものがこちらですね、グリーンレベルのシグネチャーデニムスリムテーパードデニムパンツですね。僕はブラックを購入したんですが、まあ、このような色落ちがあまりないようなクリーンなタイプというのが非常に使いやすいかなと思います。まあ、シルエットに関してもですね、スキニーほど細くはないんですが、無駄のないスッキリとしたシルエットになっていまして、履いた状態はこちらのですね画像を見ていただきたいかなと思うんですね。まあ、程よくフィット感もあるので大人世代には似合いやすいかなと思います。まあ、色に関してはですねネイビーが一番ベーシックで使いやすいような濃い色ですね、こういったものが大人世代には似合いやすいかなと思います。一方でコバルトぐらいになってくると少しカジュアル感が出るんですが、ただ色が落ちてるんですけども、基本的には割とこう濃淡がはっきりと出てないようなクリーンな見え方になっているので、このあたりもいいんじゃないのかなと思います。一方で僕が持っているブラックですね、まあ、ブラックだとかちょっとグレーっぽく見えるようなデニムというのは結構使いやすいんですね。まあ、僕が持っているブラックはですね深めのブラックなんですけどもちょっとムラ感があるようなところで、まあ、デニムっぽさも現れていて、これ非常に使いやすい色味なので、こういったものでもいいかなと思います。でこのようなブラックだとか、あとはグレー系のデニムっていうのは意外と使いやすくて、例えばこちらのようなですねちょっと値段は上がってしまうんですが、デニム専門ブランドのレッドカードですね、こちらのデニムなんかは色落ちの雰囲気がすごくですね凝っていて、大人世代にはですね似合いやすいものが非常に多いんですね。僕もレッドカードは普段のスタイリングでもよく使ってますし、僕もこれまでに何本か購入したことがあるので、すごくですね安定感のあるブランドかなと思うんですが、グレー系のこういったちょっと色落ちした感じなんかも大人世代にはバチッとハマるので、まあ、ぜひこのあたりもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、写真を見ていただくと、先ほどお伝えした通り丈の長さに関してはやっぱりですねジャストですね、靴とデニムの裾がギリギリ触れるぐらいの長さが最もバランスがいいかなと思います。まあ、場合によっては少しクッションが入っていてもいいかなと思うんですが、あまりこのような裾幅の狭いデニムに関してはクッションは強く出さない方がバランスがいいんですね。なのでノークッションからハーフクッションまでというところが使いやすいポイントになってくるかなと思います。またはちょっとデニムではあるんだけども、スラックス調のですねデニムスラックスというジャンルも使い勝手がいいかなと思います。これは僕のブランドで作っている、まあ、デニムのスラックスになっているんですが、このようなセンタープレスが入っていて大人見えするようなものですね。ちょっと履いた状態はこちらを見ていただきたいんですが、このようなものもですね新たなデニムのアプローチとして様々なブランドで見られる
んですね。こういったものも結構使いやすくて、ジャケットのスタイルに合わせてみたりだとか、コートのスタイルなんかにも似合いやすいかなと思いますし、夏場だったらブラックのニットポロにデニムスラックスみたいな着こなしもかなりハマりが良かったりするんですね。なので通常のデニムではなくて少し大人っぽく見せたいのであれば、このような選択肢もありかなと思っています。まあ意外とデニムって選ぶのが難しくて、かつてはジャストサイズのデニムってたくさん選択肢があったんですが、トレンドで言ったらちょっとワイド感のあるデニムですね。こっちの方が圧倒的に勢力が強いんですね。なのでいろんなショップでもこういったものはあるんですけど、なかなか大人世代にはハマりづらいところもあったりして、ジャストサイズのですねスリムテーパードのデニムだとかデニスラを探すとですね、意外と選択肢がないんですね。僕も改めて見てみましたが、結構ですね限られてるので、その中ではグリーンレベルのシグネチャーデニムスリムテーパードはかなり優秀だと思いますし、あとはデニムスラックスですね、僕のブランド以外にもたくさんいいものがあるので、それもですね検討していただきたいのと、あと価格帯はちょっと上がるんですが、こだわりを持って選びたいのであればレッドカードですね。やや細身ではあるんですが、このブランドもすごくですねバランスのいいデニムをしっかりと取り扱っているので、このあたりを押さえておくといいんじゃないのかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではそのデニムひょっとしたら古いかもというテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、デニムは僕ら大人世代にとってはマスターピース的なアイテムかなと思うんですが、やっぱりですね時代によって緩やかに流行が変化してきているんですね。で今はですね旬なちょっとワイドめのデニムがすごく多いんですが、まあそういったものをちょっとトライをしてみるのも悪くはないかなと思うんですが、まずは定番的なスリムテーパード型のデニムを持っておくとすごく使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね改めてアップデートされてみるといいかなと思います。そして今回の動画をですねもう改めて見ながらですね、お手持ちのデニムですね NG 箇所がないかどうかも改めてチェックしていただくと非常にいいんじゃないのかなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通向けの専門ブランドのアイテムに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が最近買ったものとかをどんどんご紹介をしています。僕も記事をですねほぼ毎日書いていますし、僕以外のスタイリスト専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。